はい、皆さんこんにちは。キムコ正規販売店をやっております。店長武蔵とその仲間たちでございます。はい、一応ですね、2月の22日にターセリー S125、あと、GP125i、それの黒金ですかね、そちらが1台ずつ、入荷予定でございます。はい、で金額は、ホームページに載せている金額が乗り出し金額となります。はい、ちょっと車両の方でね、やっぱり、値引きというのはなかなかちょっとできないので、要は登録とかね、そういった部分で、サービスさせていただくということでございます。ですので、例えば車両価格を安くしてね、その分登録代行手数料でとか整備納車整備手数料っていう形でちょっとね、稼ごうということはいたしません。はい、車両価格はそのまま、ただ、GP の場合はちょっと納車整備手数料として5000円確かいただいてるかと思うんですが、ちょっと車両価格安いものはなかなか厳しいんですよね。でターセリーの方に関してはもう車両価格で、はい、納車整備もサービスで、やらせていただきたいと。ただあと自賠責だけですね。はい、で、ターセリー S なんですけど、ABS が前後 ABS、 前後ってあれですかね、 ABS が標準で装備されております。で実際に中古車で乗って、ABS 作動確認、いいですよね、やっぱりね、いい感じでこうクククククっていう感じでね、こう握ってる時にキックバックが来る感じで、いかにも作動しているっていうね、不自然な動きがないですよね。はい、でもう今じゃね、 ABS 標準になってきています。はい、でやっぱり ABS はあった方がいいっていうのはもう間違いないですね。アンチロックブレーキシステムっていうね、いうふうに、それの略で、みんな ABS というようになっていますけども、昔はね、 ABS が突き出した頃はプロライダーの方とかがね、いらないなっていうね、そういうことをおっしゃってたと思うんですよ。やっぱりプロからすると、そのやっぱりね、でもサーキットみたいなとこですよ。でどうしてかというと、やっぱり ABS が一番活躍するっていうとこって、やっぱりパニックブレーキだと思うんですよね。何か飛び出してきた、その時に思いっきりガッて握った時にね、そこでロックしてしまうと、車の場合ですよ、車の場合はもうそのまままっすぐ行く、オートバイの場合は転倒する、そういうことです。で ABS によって制動距離が短くなるかというと、実際は短くならないんですよね。ABS ってシステムっていうのは基本的に何ていうんですか、制動距離を短くするためのものではなくて、いわゆる車輪をロックすることを防ぐことによって、四輪の場合は操舵をできるようにすると。でロックしてる状態だとハンドル切ってまっすぐ行っちゃうんですよ。カーブとかで、スピードを速すぎたってブレーキちょっと強めに踏んで、タイヤがロックしたとしますよね。そうすると曲がらないで、そのまままっすぐ突っ込んでいくんですよね。でもタイヤがロックしていなければ、ハンドルでその操舵が効くんですよ、四輪の場合は。だから ABS ってつけてるんですよね。ですよね、確かそうなんですよね。そうじゃないですか、違いましたかね。で二輪の場合は転倒してしまうんでね、で転倒しないようにタイヤロックさせない。で、先ほどもね、申し上げましたけど、やっぱり プロのレーサーがサーキットみたいな、レーサーじゃなくてもいいんですね、いわゆるジャーナリストの方にも、やっぱプロと呼ばれている方たちがそのサーキットみたいなところで乗るんであれば、でもう飛び出しとか出てこないと、自分の思った通りにブレーキかけて乗れるっていうような人であればね、ABS ない方がもっとね、制動力を増やせる、制動距離短くできるとかね、決まったところにピタッと止まれるとかね、そういうことをおっしゃるの。でも今はね、もうそういうこと言う人もいないんじゃないですか。もう ABS なのついてて当たり前、いやついてなきゃダメだというふうになってきてると思います。もちろん性能がね、上がってきたっていうのもあると思います。センサーがね、こうより細かくなって、一番グリップ力を発生する、タイヤのグリップ力を一番こう活かせる部分でこう
やるっていうね、うん、で細かく、制動と、抜くのをこう細かくやるっていうね。で、まあ、ABS ね、それを、ついてた方がいいっていうね。それで、まあ、オートバイの場合はいわゆるそのパニックブレーキですよね。何か飛び出してきた前ふいにね、何かあった時にやっぱりその時はついに思いっきり握ったり踏んだりします。その時に、大抵の場合はもうそのまま固まっちゃいますよ。それでタイヤをロックして転倒してそのままガーンとぶつかっていくと、私も経験あります。はい、1ヶ月が入院したことありますからね。それでね、でもそれが ABS があることによってこうせめてね転倒を防ぐことができる。もちろん倒れた方がいい時とかもあるとは思うんですが、まあ、必ずしも、ね、倒れたらいいとは言うけど、倒れれば絶対自分は怪我しますから、うん、で四輪の場合は ABS を効かせればハンドルを切って曲がっていくことがまあ可能なんですけど、二輪の場合はブレーキをかけると車体が起きてしまうので、まあ、そのあたりはどうなのかなっていうのはあるとは思います。うん、ただやっぱり雨の日とかね、あと、うん、マンホールとかね、いろんな滑りやすいものがあったりとか、そういうところでやっぱり ABS ついてると安心感が高いんじゃないかなね、思ったりもするわけでございます。ただよりブレーキフルードをちゃんと交換するとか、定期的にね、やるとか、あとブレーキのメンテナンスですよね。そういうのをやんないとトラブルの原因になりかねないですね。でブレーキフルードがこうカスがやっぱり溜まっていく、もしそんなのが流れてね ABS ユニットの方にこう入ってしまったら ABS ユニットダメになっちゃうんでね、トラブルともうなかなか大変な出費になっていくのかなと、まあ、思うわけですけど、要はちゃんとメンテナンスすればいいってことだよね。うん、まあ、BMW がね、初めてつけて、まあ、オプション、最初オプションだったんですかね、K100RS とかね、あの K100 シリーズだったと思うんですけど、でその後はもう標準でね、みんなつけるようになって、まあ、もちろんあの特殊な車両は ABS なしっていうのも選べたりね、するんですけど、ほとんどの車両に、ね、ABS を標準でつけてくるあたりに、やっぱりあの BMW の考え方、そういったものが見えるのかなと思うわけですよ。はい、それで、まあね、まあ、スクーターでもやっぱり、ね、スクーターとかってなおさらだと思うんですよ。趣味の乗り物じゃないので、もちろん趣味で使うこともできます。例えばねターセリーとか、やっぱりあの、ね、大きなウィンドスクリーンがナックルガードでねボックスがついてて、でフロント16インチでね、リアまあ14ですけど、あれで遠出したりしてもね、なかなかいいんじゃないかと思うんですよ。でそういう使い方もできる。でも日中の通勤とかでね、毎日乗る、雨が降ろうが、まあ、多少の雪でもね走るって、寒い時もあれば暑い時もある、コンディション、路面コンディションなんてしょっちゅう変わるわけじゃないですか。でもそういうの中で、乗る乗り物としてね、やっぱりそういうものは必要なのかなと。でついててよかったなって思う時がね、必ずやっぱり乗ってればね、必ずヒヤッとするようなことってねあると思うんですよ。まあ、普通に乗ってても 1回乗って、1回2回3回ってもしかしたらあるかもしれない。それが数が多くなればその回数もっと増える。でもそれがあることによって、あ、とりあえずね助かったなっていうね。で、まあ、そんなところでですね、やっぱり ABS 付き、うん、いいんじゃないかと、まあ、思ったりするわけでございます。しかも価格が安いあれです。で日本のスクーターで比べることのできるモデルっていうのがないんですよね。フロント16インチで、今売っている新車でフロント16インチのモデルでってなるとちょっとないんですよね。で価格から言うと、例えばスイッシュとか、スイッシュの方がはるかに高いですからね、値引きを入れたとしてもスイッシュの方がちょっと高くなってしまうと思いますし、まあ、PCX はねもう優に高いですしね、まあ、そのあたりね、もちろんね、その安全性云々とか、その走行性能が云々の前に、やっぱりね、好きとか嫌いとか、そういうのももちろんあるんでね、一概にあれなんですけども、もしですね、そういう別にね、例えばもうブランド、例えばエッチ車じゃなきゃ嫌だとかね、いや、俺は Y じゃないと嫌なんだっていうんじゃなくて、いや、いいと思う
あ、これいいなと思えるね、ものに乗りたいっていうんであればね、なかなかおすすめなんですと私は思います。いかがでしょう。はい、まあ、ケムコの製品を、まあ、例えばね、どうして取り扱えてないとか、例えば敷居が低いとか、もちろんそれもあるんです。でもやっぱりね、物がいいってことですよ。ダメなもんじゃないんですよ。いいんですよ、物がスクーターとして。でそれはやっぱりスクーターの王国って言われているね、台湾で証明されているんですよね。ダメなもの乗らないんですよ、みんな。で台湾でヤマハとかスズキあるんですよ。だからいわゆるシグナス X とか、昔だとマジェスティ125とかで、今でもマジェスティ S だとか、もちろんシグナス X もあるし、もう他にもね、QC だとか、なんかいろんな車種いっぱいあるんですよ。ヤマハも出してるんですよ、台湾ではね、台湾ヤマハが。でもそれでもキムコが一番ですからね。だから台湾ヤマハって台湾のメーカーなんですよ、要は。だから輸入車じゃないですから、自国のスクーターなんでね。でそれだけの、それでもね、やっぱキムコが一番も、ね、保っているっていうのはいいってことですよね、うん。だから日本に持ってきて、シグナス X 日本に持ってきて、ああやっぱりいいな。でもあれも台湾製なんですよね。台湾の人が、工場で、台湾の人が経営している会社で、台湾の工場で作っていると。ヤマハはもちろん名前は日本のメーカーの名前がついているわけですよね。現地生産しなかったらとてもじゃないけど売れない。輸入だと高くなってしまいますからね、はい。だからみんな今現地でみんなどこのメーカーも作っているわけですけども、まあ、そんなところでですね、もちろんね、ヤマハでもいいんです、スズキでもいいんです。とにかくね、乗っていただきたい、欲しい、これがいいって思うものをね、まあ、シグナス X に関してはもうモデルがね、基本設計が古くなってきているので、まあ、いずれはね、フルモデルチェンジするのかなわかんないですけどね。一応いろいろ変わってはいますけどね、基本的には一緒ですよね。エンジンとか変わったのか、一応変わってるんですかね。まあ、ただちょっとライバルっていうわけじゃないですね。単性でやっぱりちょっと、独自性のある今ヨーロッパタイプのスクーターなので、そのあたりも魅力なのかなと。まあ、実際触っていただければなかなかね、ああこれいいじゃないと思うと思うんですよね。なのでブランドにとらわれずですね、いいものが欲しい、そういう方にはね、ぜひお近くの販売店にですね、手に触れていただいて、それでね、ご購入いただければ幸いでございます。はい、まあ、ABS ね、ついてる車両、これからね、どんどんもうみんなそうなっちゃいますけど、やっぱり、ね、そういう車両をね、選んで、いただけるとね、さらにいいんじゃないかなと、思ったりします。はい、ABS ね、アンチロックブレーキシステム。昔はホンダの車は ALB って言いましたよね。アンチロックブレーキで ALB。 なんか ABS ってなんか登録商標みたいになってるのか、そうではなかったのかもしれないけど、まあ、ホンダさんはですね、車ではね ALB みたいなね名前をつけてます。今もみんな ABS になったんですかね。もう全世界共通ですよね、 ABS っていうね。それぐらい当たり前になったということだと思うんですけど、はい、ちょっとね、まあ、ターセリス125、こちらの、まあ、宣伝もしてるわけですけどただ、まあ、ABS こちらね、お話をさせていただきました。ついててよかったとね、転倒しないでね、そういうふうに、そういうことがない方がいいんですけど、でもね、そういった時に、いざという時の、まあ、保険としてね、ついててよかったと思われるのかなと思います。ございます。はい、ご視聴ありがとうございました。